ャンネル。はい、今回もですねゲストをお越しいただいておりますが、菅本さんがね、骨折中で入院中という、我々だけでお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回ですね、以前もご登場いただきました就活系 YouTuber コーズマンさんですね、ゲストをご参加いただいております。まあ就活系 YouTuber として情報発信しているコーズマンと言います。もともと日本生命という会社で2年間働いてまして、そこを辞めて1年プラプラして、今ベンチャーの人事兼ウェブマーケーターとして働いているっていうような状態です。内定と内内定先っていうところでいくと、ちょっとごめんなさい、記憶がありないんですけど、日本生命さんと明治安田生命さん、 SMBC 日興証券さん、三井住友銀行さんと三井住友信託銀行さん、これ全部総合職ですね。今回ですね、そんな内定ホルダーのコールマンさんからですね、正直かっこ失礼ですが、あまり高学歴ではなくてもいくつもの IQ に勝った就活テクニックを伺っていければ、これは僕の意見じゃなくて台本なんで。志望動機がコーズマンさんのように、なんか自己承認欲とか年収とかそういうふわっとした場合だと、まあ、そのまま書くわけにいかないじゃないですか。そういう場合って何を志望動機テーマにしていったらいいとかアドバイスありますか？志望動機はそもそも僕結構その自己承認とかでもまあいいかなって思ってる人たちがあって、自己承認欲求を満たしたいっていう自分のまあ一番本質というか、このそこからの声だと思うんですよ。そこを書かずして結局入社してしまうという状態だと、入社した後にこんなはずじゃなかった、多分僕みたいになっちゃう。そういう風になってほしくないんで、そういう意味では、まあ、本当の自分っていうのをさらけ出してほしいなっていうところはちょっと僕の失敗談としてはあるんですけど、とはいえやっぱりその内定を獲得するっていうための手段であれば、まあ、志望動機をこう承認欲求だけど別のものに変えるとかっていう選択肢になると思います。自分の一番のアピールポイントっていうのと、まあ、会社のこうマッチする部分っていうのを探し出して、それを軸にこう言っていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。もしくは自分の人生のゴールっていうのを僕はいつも掲げてねっていう話はしてるんですけど、抽象的でも具体的でもこういうふうになりたいとかこうありたいっていうのを最初に設定した上で、そこがこうぶれなければ志望動機って多分いくらでも作れるので。ゴールっていうのはどこまで決めていけばいいとか、そういうのはありますか？死ぬまでぐらい考えていいんじゃないかなと思ってて、ただいきなりそれ言われても出てこないと思うんですよね。そういう意味でなんか抽象的ですごいいいから、ゴールを死ぬまで考えてみたらいいんじゃないっていうのは思います。それに沿ってその志望の理由とかきっかけあると思うんですけど、それって何個ぐらいに詰め込むといい感じになりますかね？明確に一つでいいかなっていうふうに思っていて、補足として入れるんだったらいいんですけど、まあ、自分の志望動機って多分本当は軸が一個だけなんで一つのはずなんです。夢を実現させたいっていう、じゃあ自分の軸があって、この志望、これが志望動機っていうか軸になるんですけど、それをただ言う上で、多分じゃああの会社でもいいよね、この会社でもいいよねって話になってくるかと思うので、その時に別の仕事を別に軸を足していくっていう作業かなっていうふうに思って、本質の軸っていうところは1個なんですけど、それをこう補足説明する上で必要だったら、まあ100個でも200個でも自分が必要な分出したらいいんじゃないのかなっていう感じですね。株元さんと熊谷さんは就職先の選び方のコツとして、業界で絞るんじゃなくて職種で絞るっていうのをいつもおすすめしてくださってるんですけど、コーズマンさんはどういうお考えですか？働いた上で自分がハッピーになるためのこと、結局仕事してハッピーになれるっていうのが一番自分にとっていいことだと思ってるんです。それをする上で何がコツになるかなって、結局自分がどんな仕事をやるかっていうことかなと思って、さっき言った通り年収とか会社の地位とかそういうところも一つ重要な要素であるとは思うんですけど、結局自分が生きていく上で働く上で一番時間を使う場所というか直面するのはその仕事になってくるので、結局最終自分が仕事何やるのっていうところまでちゃんと明確にするっていうことが、まあ、一つ自分に合った仕事を選ぶコツなのかなっていうふうに思っています。コーズマンさんご自身が面接の際に一番こう意識していたこと、注意していたことを教えてください。各こう面接のフェーズというものがあると思っていて、まあ、その段階でお答えすると、面接の序盤は基本的にはもう笑顔とか第一印象というところにすごい気をつけてました。2時3時とかってなってくると、まあ、その人としてこう大丈夫かなっていうところは基本的に突破しているっていうようなこう認識なので、それでいくと例えば話の論理力であったりとか
こう、まあ、志望動機がどれだけ深掘られているかとかっていうところに意識向けてましたね。最終のフェーズになってくると、もう基本的にはその、まあ、働く上で問題なさそうとか、スキルも問題なさそうだなっていうところで突破しているかなと思うので、最後の最後は本当にまあ、うち本当に来る気あるのっていうところが問われるので、熱意をもうめちゃくちゃ意識してました。最近結構ウェブの面接、まあ、オンライン主流になってると思うんですけれども、対面と比べてウェブオンラインでの面接だったら、ここ気をつけるべきというポイント何かありますか？オンラインで行くと、これいつも僕ライブとかで言ってるんですけど、こうやって今オンライン上でやり取りしてる中で、やっぱお二人がどういう人かなとかって結構僕分かりにくいんですよね今そういうところでいくと、こう普段の言い過ぎかもしれないですけど10倍以上ぐらい自分の表現を豊かに見せるだとか、そういったところをやっていかないと、結局こうなんか冷たそうな人だなと思われちゃったりとか、自分自身のそういう良さっていうのが相手に伝わらないまま終わっちゃうかなと思うので、ここはなんかこうすごい意識してほしいなってところありますね。こういったご時世なので、就活生の皆さん、おそらく今までのそのコロナ前と比べると友人とのコミュニケーションだったりとかが、まあ、かなり減ってるっていうところはあるかなと言われてまして、その中でまあオンライン対面関わらずですね、面接の事前準備対策としてこう有効性高いものとか、こういうのおすすめだよみたいなのあれば教えてください。手段として限られるのはこういうウェブのサービスとかになるかなってどうしてもやっぱ思うんですけど、世の中的にはこう就活塾とか就活エージェントとかどうなのって言われるところあるかと思うんですけど、内定を取るための情報収集の手段として使うっていうのを明確にしておけば、むしろいいかなと思ってる。そういうツールっていうのをまず使うっていうのも一つ手ですし、もう一個は結構この横のつながりとか、縦今連絡取りにくいよねとは言われてると思うんですけど、ぶっちゃけそれって自分がやろうと思えばできるかなって僕すごい思っててTwitter とか今の世代なんかやってないと思うんですけど Facebook とかなんかそういうところで、あ、なんか連絡取りたいよって人自分で見つけてきて、まあ、DM でもすればみんな逆にそういうふうにつながりたいと思ってるはずなんで、そういうふうにアクションをまず知ってもらった方がいいんじゃないかなってすごい思いますね。はい、ということで、ではコーズマンさん、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。